台風6号は午前11時現在鹿児島県奄美市の東およそ160キロにあるとみられゆっくりとした速さで北北東へ進んでいます中心の気圧は970ヘクトパスカル中心付近の最大瞬間風速は40メートルで長崎県にはあさって9日から10日にかけて最も接近する見込みです気象台によりますと、 県内は、明日から10日にかけて大荒れとなり、大雨となる恐れがあります。長崎と熊本を結ぶフェリーの一部が欠航となるなど、すでに海の便に影響が出始めています。明後日午前6時までに予想される24時間降水量は、いずれも多いところで、南部と五島で50から100ミリ、北部と一木津島でおよそ50ミリです。気象台は暴風に厳重に警戒し、 うねりを伴った高波や土砂災害などにも警戒するよう呼びかけています。